今朝新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。去年も一人で誰にも知れずに一番後ろで見てました。あの歌もう一度聴きたくて、私のために作ってくれたと今も信じてる、あの歌を、あなたと初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌ってた、安いギターいたわるように。いつかあなたのポケットにあったあの店のマッチ箱ひとつ、今でも時々取り出して一つつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに、雨が降る日は近くの駅まで一つの傘の中帰り道、そして二人で口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私にとっては思い出なのに。